ですね、西麻布のね、お蕎麦屋さんのおさめというところに来ました。それでですね、ここの彼はね、おさべ健二さんというんだけど、神楽坂のカリベでね、10年ぐらい収容されたのかな。まあ、それで、10年ぐらいですね。それで、まあ、僕はね、カリベさんに行ってる時は、独立する人とはとても思いなかったんですが、去年の10月か11月頃、Facebook で、独立したってことを知って、それで、それがですね、私なんて言ったっけ、それね。そうそう。それがね、大人の週末にね、表紙でしょ、だから中開き2ページ。それからどっかにもう一箇所あったよね。そうですね。はい。いや、それで見てびっくりしちゃって、でもね、今自分でびっくりしてちゃダメで、ちょっとあれ見てきたよね。あの、東京の。だから、それから あの雑誌、あの、なんか、選んで間違えなかったって雑誌。いやいや、雑誌で。それは何ですか、太郎さん。これがまたね、見てみて、2019年、間違いなかった店。これ何回も短い、そんな載ってないよね。そうですね。何ページだったっけな、これに載ってるんですよ。ね、これでびっくり。そして今度はね、本屋さんでこれを見つけて、これにも載っててね、びっくり。すごいよこれ。東京最高のレストラン。ね。うん。これはまだこれからだよ。ミシュラン乗った？ミシュラン乗りました。マジ？ビブグルマンっていうので、5000円以下のコストパフォーマンスのお店。一つ星ってこと？あ、一つ星ではなくて。そうじゃなくて。また別のやつがあるんですよね。ああ、ミシュランのね。星じゃないんだけど、5000円以下 で、ね、いいお店っていうのを載ってて、これはだからね、来年には間違いなく一つ星だったのかな。まあ、でもね、本当に、おさみちゃんはね、本当に独立する人とは思えなかったね。でもね、ここにある器もね、10年かけてね、コツコツ集めたんだよな。これなんかでもみんなそうでしょ、はい、これがねすごいな。本当に器もね、今おさめたのね、出てたさ、もう一人一人器が全然違うんだよね。そこまでねこだわってるっていうか、とにかく、まあ、結構僕は蕎麦屋さんのがうるさいんだけど、全国のお蕎麦は6箇所だっけ？今14箇所です。ここでね、いろんなところからいいお蕎麦を仕入れて、それでその料理に合ったお蕎麦の産地も提供するんだよね。うん、そのところで食べてきたあれなんだけど、そばなんてもね、絶品ですね。うん、ちょっと、ケンちゃんさ、はい、なんかさ、宣伝じゃないけど、ちょっとこっちに買ってしゃべって。あ、本当だ。はい、お店の宣伝でいいですか。全然。当店は、在来のおそばという、その品種改良されてない、その土地土地で、昔から栽培されてきた古来のそばの実のみを、いわゆる在来固定してる。そうですね、はい。お蕎麦の特徴は、見た目からして小粒で、蕎麦の香りとか甘みとかすごい個性があるお蕎麦で、なので毎日産地を変えて3種類、提供してますので、ぜひまた田中さんともぜひいらしていただければと
中央区飯店側にあります。あのちょっとこう右にちょっとあの工事入るんですけど、おそばの好きな方はぜひね、西麻布のひらがなでおさめと書きます。彼は名字がお金を納める時の糸源の納めるという名字、珍しい名字なんですが、それをひらがなにしてそば納めと西麻布と言えば出てきますので、ぜひ一度ね、皆さんお休みは何日？日曜日と祝日です。あ、日曜日祝日が休みね。だからぜひね、一度皆さんおそばの好きな方は足を運んでやってください。はい、田さんといらしてください。はい、ね、はい、どうも皆さんよろしく、はい。